こんにちは、Gです。今回はパッケージマネージャーのお話。パッケージマネージャーって何？そこから始めます。パッケージマネージャーはソフトのインストール時などで必要なライブラリーの依存関係やバージョンなどを管理して、インストール、削除、更新などを管理するソフトです。ラズパイ OS の場合、ターミナルで使う apt がパッケージマネージャーです。 apt は Advanced Packaging Tool の略ですね。 sudo apt update とかの時の apt です。でも一般的に GUI アプリの方が使いやすい。 GUI パッケージマネージャーアプリは設定メニューの Add Remove ソフトウェアになります。これちょっと使いにくいですけど、ターミナルコマンドだけより全然使い勝手がいい。 Ubuntu Mate は Raspberry OS と同じ Debian 系なので、パッケージマネージャーは apt。 GUI アプリはソフトウェアブティックですが、それとは別にソフトウェアとアップデートで細かな設定が行えます。シナプティックパッケージマネージャーというのも apt を GUI 化したものです。ですがより OS に近い部分の管理が主なので、システムに詳しくない方は触らないように。マンジャロの場合はアーチ系ディストロなので、パッケージマネージャーはパックマンになります。 GUI アプリはソフトウェアの追加と削除です。このアプリはとてもよくできていて、高機能でありながらシンプルです。ディストロにあまり依存しないパッケージマネージャーもあります。スナップやフラットパックが有名ですね。スナップは Ubuntu のスポンサーであるカノニカルが提供しています。これらはラズパイ用各種 OS でも動作はしますが、重く遅いです。パッケージマネージャーには有用性だけでなく、信頼性やセキュリティなど多くが求められます。その結果数多く作られ、それぞれに長い歴史があります。今回パッケージマネージャーを取り上げたのには理由があります。パッケージマネージャーの新しい GUI の取り組みがあったんです。画面の URL を開いてみてください。 discovery.manjaro というプロジェクトです。ブラウザーをソフトウェアセンターにしてしまうアイディアです。ただ、ステータスが不明で、今時点でラズパイ版のマンジャロでは正しく動作しません。でも取り組みとしてとても面白い。構成は、ウェブブラウザーからインストールコマンドを既存のパッケージマネージャーに渡すというものです。簡単な仕組みなので、他のディストロでも同様のサービスを期待したいですね。スクロールするとまだちょっと画面の乱れがあったりします。アイコンをクリックするとスクリーンショット、詳細情報、ライセンスや URL が掲載されています。手動でのインストールや削除コマンドもありますね。左上のダブルレスザンアイコンのクリックでスナップやフラットパックのライブラリーと切り替えできます。
それからアップイメージでは直接 GitHub へのリンクがあります。 FAQ を見ると利用時にはハンドラーをインストールしろと書いています。ちゃちゃっとインストールしておきましょう。ソフトウェアの追加と削除を起動します。ウェブインストーラー URL ハンドラーで検索してインストール。スナップやフラットパックの利用は準備がちょっと面倒くさそうです。画面のプラグインをインストールしてパマック設定で有効化が必要。スナップ D とフラットパックも入れなきゃならない。まずは検索から試してみます。ああ、AUR は対象外のようですね。これは残念。もう一度検索で実際のインストールを試します。データベースを見に行くところでエラーになりますね。どうも Web インストーラー URL ハンドラーがうまく機能していないのかもしれません。ソフトウェアの追加と削除でデータベースを更新してもダメでした。さらにミラーリストを更新したんですが、これでもダメ。まあまだ広く公開されてなくてファイナル版ではないからでしょう。もう少し待つ必要があるのかもしれません。新しいパッケージマネージャー期待して待ちましょう。実は動画作成中にこのサイトが一時止まっちゃいました。すぐにコミュニティフォーラムに報告すると返信があって、なんと1時間で復旧。 Mac だと App Store、 Windows では Microsoft Store があります。 Linux では前述のようないくつかのアプリコンテナーが主流です。今回ご紹介したブラウザーでのソフトウェアセンターの発想は新しい試みです。Linux における App Store 的な位置づけになる可能性が感じられます。このような機能が標準化していけば、より簡単に多くのアプリに接することができるようになるでしょう。ご覧いただきありがとうございました。先日電力会社の女性が検診票ですと声をかけてくれました。と切り出して、何でも配置転換になる、新任もよろしくとのこと。挨拶程度の方なんですが、興味深い話をしてくれました。市内はスマートメーターへの切り替えが進んでるので中山間地に赴任だそうです。スマートメーターはメーター同士がデータリレーして中継機にデータを送るそうです。だから人口密集地だと数千世帯をカバーでき効率がいい。でも中山間地はスマートメーターが使えず個別検診が必要だそうです。極端ですが山では農業モノレールで行く家なんかもありますからね。ところで我が家はスマートメーターじゃないから検診員の方が来てるわけで、まあスマートじゃないのは認めますけど。ではまた次回。